アイテム番号 SCP-294-JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-294-JP に指定された樹木の周囲は財団管理下に置き、周囲には私有地を表す鉄柵を設置してください。財団指定の林道から離れる一般人は要注意対象とされ、機動部隊へ、1、島民明けの熊によって捕捉及び拘束されます。緊急輸送プロトコル、大雪の予感、発令に備えて、一部の SCP-294-JP の近くにはセーフハウスが設置されています。当該 SCP-294-JP の管理職員は、SCP-294-JP の清掃を行ってください。なお、予期せぬ SCP-294-JP の活性化を防ぐために SCP-294-JP のウロ部は封されています。説明。SCP-294-JP は変則的な特性を示す。クスノキ科の常緑大鉱木カゴノキ。またはクスノキ科の常緑鉱木ヤブニッケイ。と同一の遺伝情報を持った樹木です。SCP-294-JP に共通してあるものは、根元に大きく開いた樹洞、ガランドウブ、及び根元から約 1.5 メートルの高さにある半径1センチメートルの樹洞、ウロブ、です。SCP-294-JP の特殊性は SCP-294-JP のウロブにあるトゲに被験者の全血が接触することによって生じます。被験者がウロブのトゲに触れると、被験者の指の出血を伴って、トゲから注入されるニコチン、編集済み、によってたちまちニコチン中毒症状に陥り昏睡します。被験者の全血と接触した SCP-294-JP は、SCP-294-JP 周囲の分解者生物群集、ヤスデミミズカニムシ等、を誘引するある種の集合フェロモンを分泌します。これによって昏睡状態に陥っている被験者を含めた周囲の動物遺体は急速に分解されます。また同時に、SCP-294-JP の樹皮は次々に剥離し始め、剥がれ落ちた樹皮は SCP-294-JP、A と指定されるクサギカメムシ、用の生物に変化します。SCP-294-JP、A は約400から500匹の群れで排出されます。SCP-294-JP。A は排出した SCP-294-JP から別の SCP-294-JP まで移動した後、移動先の SCP-294-JP のガランドウブから SCP-294-JP 内に入ります。この時、群れの一部の SCP-294-JP、A は外部要因で失われているかもしれません。移動先の SCP-294-JP のガランドウブには全血提供者が合成されますが、その状態は SCP-294-JP、A の残存数、排出元、及び移動先 SCP-294-JP 内部の状態に左右されます。SCP-294-JP は日本全国、北は青森県八戸市多賀、SCP-294-JP-23 から南は熊本県水俣市古賀町、SCP-294-JP-33 まで発見されており、そのうち滋賀県甲賀市、SCP-294-JP-2 佐賀県佐賀市岡町、SCP-294-JP-5 では、日本生類総研と書かれたネームタブが発見されています。加えてネームタブにはそれぞれ、木片2が、3、木片2が、20、と記されていました。実験記録294、3、日付1990年月日、対象 SCP-294-JP-2、SCP-294-JP-3、目的、SCP-294-JP-A の移動の制御法確率、実施方法、SCP-294-JP-2 は滋賀県甲賀町、山中に位置する。SCP-294-JP-1
山は滋賀県滋賀郡志賀町、山中に位置する。これらは比較的近くに存在する SCP-294-JP であり、即応性が高い、また等環境の地理的、生物省から SCP-294-JP-A が失われにくい、被験者 B-5291 を SCP-294-JP-2 に移動させ、SCP-294-JP-3 の形状、およびその位置を地図、航空写真で刷り込み、強く SCP-294-JP-3 その場に向かいたいと思うよう動機づけた。この後、被験者を SCP-294-JP-2 のウロブに指を突っ込むようさせた。結果被験者は急性のニコチン中毒症状用になり昏睡。被験者昏睡後5分。この時すでに被験者は分解者生物群衆により重大な損壊状態にあり死亡していると思われる。SCP-294-JP-A 群が SCP-294-JP-2 がランドウ部から発生。SCP-294-JP-3 方面へ飛去した。被験者は土着の生物群衆によりこの後15分で分解された。SCP-294-JP-A 群の引き予後、5時間で SCP-294-JP-3 に到着、ガランドウ部に入り、実験服は失われたが被験者の同様の見た目の有機体を合成した。これは検査に回される。分析検査の結果、これは被験者と厳密に同一であると示された。特筆すべきは合成された被験者が記憶を保有しているということであり、前回までの実験には見られなかったことである。SCP-294-JP は全血の遺伝情報のみを得られるわけではないと判明した。被験者の複製ができる可能性がある。次回実験294-4計画を実行する、山そまぎ博士。実験記録294-4、日付1990年月日。対象 SCP-294-JP-2 SCP-294-JP-3 目的分解過程における被験者の回収実施方法被験者は実験記録294-3で得たものを流用し実験記録294-3と同様の処理を経るただし被験者はウロに指を突っ込んだ時点で回収し誘引された土着の生物群衆を排除するさらに被験者には蘇生処置を施した。結果、被験者は蘇生するが、これまでの一切の記憶、およびミームを失った。また同様の過程を経て SCP-294-JP-3 では被験者の同様の見た目の有機体を合成した。分析検査の結果、これは被験者と厳密に同一であると示された。しかし合成された側の被験者は全くの白痴であった。付け、1992年月日。蘇生させた被験者にミームを左右へすることを試みたが成果見られず。またヒステリー甚だしいため D-5291 から除名、後 D-2 再分類し、SCP-JP のミーム暴露実験に用いられた。精神的及びミーム的複製をするプロトコルを確立すること、山そまぎ博士。実験記録294-5、日付1990年月日。対象 SCP-294-JP-2 SCP-294-JP-3 目的 SCP-294-JP-A 群の回収実施方法実験記録294-4と同様の処理を経るただし SCP-294-JP-2A 群の 70% を回収。これを検査に回す。結果、残存 SCP-294-JP-A 群は SCP-294-JP-3 に到着したが、テラトーマに似た有機物が合成された。右付け、分析、検査の結果、これは被験者と遺伝情報の一部を共有しているものであると示された。回収 SCP-294-JP-A 群の検査の結果、
SCP-294-JT。A 群はそれぞれ、被験者の遺伝情報の一部分を自身の遺伝情報に組み込んでいた。また、同様の被験者遺伝情報を持つ個体もおり、これはバックアップの役目を担っているものと思われる。回収した SCP-294-JT、A 群を、294-JT に投入したところ、有機物が合成された。これも同質のテラトーマ用であった。実験記録294-6、日付1990年月日、対象 SCP-294-JT2、 SCP-294-JT3、 目的仮説、被験者のトゲへの接触でミームの伝達が行われることについて検証実験。実施方法、被験者 B5293 で、実験記録294-3と同様の処理を経る。ただし被験者はウロに指を突っ込まず、全血のみをスポイトで投入した。結果、スポイトを用いた職員 B5290 は、トゲに触れていなかったが卒倒し、分解者生物群衆に覆われた。分解者生物群衆を取り払った後、当職員を回収した。また同様の過程を経て SCP-294-JT3 では被験者の同様の見た目の有機体を合成した。分析スポイトを用いた職員はこれまでの一切の記憶、およびミームを失った。合成された被験者の検査の結果、生物学的には、編集済み、であると示された。しかし、スポイトを用いた職員のミームを不完全に保持していた。実験記録294-16、日付1995年月日、対象 SCP-294-JT5、 目的 SCP-294-JT の捜索、実施方法、実験記録294-3と同様の処理を経る。ただし被験者には特別動機づけもせず、実験についての説明も最低限にした。これは未発見の294を発見する目的と、日本生類総研関係者に接触する目的を兼ねている。結果、SCP-294-JT、A 群は新潟県東蒲原郡阿賀町に到着し、294を満たす樹木、SCP-294-JT-40 に分類、のガランドウブに入った。その後テラトーマに似た有機物が合成された。分析 SCP-294-JT、A 群の多くは失われていなかったが、SCP-294-JT-40 のガランドウブは腐敗物で汚染されていたため、テラトーマ様になったと思われる。この実験で SCP-294-JT-A 群は生存率が異常に高いと判明した。たとえ緊急輸送プロトコル、大雪の予感、となっても、私はやらないよ、山そまぎ博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。